はい、よろしくお願いします。もんちゃんです。今日はこちら、よいしょ、いけるかな、浜町ホテルさんをご紹介したいと思います。では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子とってありますのでご覧ください。はい、お部屋ご紹介したいと思います。入るともうすぐベッドスペースが見えまして、こんな感じですね。で、このカウンタースペースっていうんですかね、ちょっとこのキッチンっぽい感じでおしゃれですよね。で、上にグラスと浜町ホテルさんのマークの入った瓶も置いてあって、まあ、インテリアっていう感じですが、この日の光もあって暖色でおしゃれですよね。で、流しありまして、まあ、これ簡単な料理とかできるんですかね、ちょっとわかんないですが、こちらケトルと、水ですね。これなんだろう、ブラックティーアールグレイって書いてあります。これは紅茶ですかね。はい、おしゃれじゃないでしょうか。で、こちらに、冷蔵庫あります。まあ、冷蔵庫は空です。まあ、これは買ってきていいかなって感じですね。で、こちらは空ですね。まあ何かどうなんですかね、まあ、インテリアって感じですかね。はい、ここ全部空かな、空です。はい、で、こちらに、レコードあるんですが、レセプションでご希望だったら貸し出しをしてるということでレコード聞けます。おしゃれですね。で、こちらからお部屋見るとこんな感じで、いや、広いですよね。で、ちょっとこちらが分かんないなって申し訳ないんですが、これは何かな、あ、まあメモとかですね。で、これはティッシュと鏡って感じですね。はい、ではちょっと行ってみたいと思います。あ、せっかくこっち来たので、お部屋の構造こんな感じで、エレベーターからこんな感じで、今日は奥のお部屋ですね。はい、15階のお部屋です。ここはちょっとタイルっぽい感じで、これもいい感じで、靴脱ごう。ベッドのスペースこんな感じで、こちらは絨毯、あ、ちょっと、あ、でも固めですね。絨毯っていう感じではないですが、
こんな感じ、ちょっとなんだろう、これは青が入ってるのかな、灰色っぽい感じもしますが、リビング兼ベッドルームって感じですね。はい、テレビも大きくていいんじゃないでしょうか。でコンセント系行ってみましょうか。ベッド周りは、まあ、こちらはライトだと思うんですが、コンセント USB あります。ちょっとチカチカしちゃって申し訳ないです。ここからですね。はい、で反対側も行ってみましょうか。こちらに、プラズマクラスターのやつですかね。はい、空気清浄機ありまして、こちらもライトあって、まあ、USB と普通のコンセントになりますね。で、まあ、左右違うライトなんかは今流行りというかおしゃれですね。でこちらのコーナーからも今ちょうどね夕日でなんかいい雰囲気出てますよね。はい、こんな感じです。でテレビ周りはこんな感じで、まあなんか統一感あっておしゃれでいいかも。なんかおしゃれですね。なんかこの椅子とかもおしゃれで、ここちっちゃいクッション、これかわいい。はい、こんな感じ、全体さらっと撮ってみましょうか。緑も、窓から入って結構なんか統一感あって、コンクリートっぽい感じも私は好きですね。はい、で先に、こちらトイレとかだと思うんですけど、ロフトがあるのでバルコニーって言えばいいですかね。バルコニー行きたいと思います。これ結構広めなんですよね。ここは夕方以降はライトもつけれておしゃれかなと思いますが、こんな感じで、いや結構オープンな感じで、こちら東京タワーが真ん中に実は見えてるんですけど、いいかも。まあ、強いて言うなら、まあ、裸とかで出れないですね。裸とかで見るとあのマンションからまで見えかもですけど、これ結構スペース広いのでおしゃれですね。ここでお酒とか飲むのもいいのかもしれないですね。はい、こんな感じ。いやバルコニーロフトどっちでもいいんですけど、これおしゃれですね。結構広いです。はい、戻りましょう。いい感じ、よいしょ。はい、でまあちょっとこのレコードかな、レコード版みたいなケースみたいのもあって、ちょっとこれはね、一本グランプリでコメントが求められる写真のやつっぽいですけど、はい。で、ちょっとここ私がさっき荷物を入れたので、ここちょっと革みたいになっててステッチ入っててかわいい。はい、で荷物をちょっと置いてありますが、まあ、こちらクローゼットで開けると電気つきますね。でスリッパもあり、靴べらとかありますね。はい、で下これはおパジャマですね。でこちらはズボンのタイプです。嬉しい、これ使おうかなと思います。はい、ここは空ですね。はい、まあ十分ですね。ちょっと開けるとここが通れないので、まあこれがちょっと、まあ、気になるってほどのことでもないですかね。はい、でこちらは お手洗い。はい、鏡もあり流しもあり、お開いちゃいましたね。私開かないと思ってたんですけど、はい、ご苦労様です。なんかこのタイルも独特で可愛い。はい、おしゃれかなと思います。でこちらはコンクリートな感じで、なんかいいですね。間接照明もしっかり入っていて、こういうとこも抜かりないのはナイスじゃないですかね。はい、ご苦労様です。ちょっと抜けます。で、お風呂ですかね。あ、これは多分、バルコニー用のクッションですかね。気が利いてる。はい、よ、お風呂、お風呂広い予想以上にも広くてびっくりしましたが、あ、これ面白いですね2台じゃないけど2人分っていうスペース。はい、こんな感じです。でアメニティはこんな感じで、まあ一通りこちらも抜かりなくありますかね。でドライヤー立ってます。じゃん、小泉ですね。小泉、あー、なんかちょっといらんこと言いそうなのでちょっと知らないですが、イオンって書いてあるので、まあまあ悪いものじゃないかなと思います。で開けてきます。こちらからから、はい、全部からでした。でタオルこちらにキュンと詰まってますね。かわいい。はい、でお風呂なんですけど、これかなり広いです。どういう広さこれ、なんて説明すればいいんですかね。2メートルの人でも大丈夫そうですね。ものすごく広い
です。びっくりしてます。これ横幅も結構ありますし、長さも結構あって、なんかどうですかね、なんか真っ白にしちゃうと意外と安っぽくなったりしがちなんですけど、なんかおしゃれな空間になってます。はい、センスいい感じします。で、シャンプーとか見てみたいと思いますが、こんな感じ、ちょっと撮ってみましょうか。ちょっとわかんないですね。プロバンシアって書いてありますね。プロバンシアコンディショナー、プロバンシアっていうブランドっぽいです。はい、いやお風呂も広くていい感じですね。はい、ちょっとこのままお部屋戻ってってみたいと思います。どうですか、このガラスですけどいいですよね。当然お部屋は見えませんし、色味もちょっと開きっぱなしでした。こんな感じで、これ新しいタイプですね。これちょっと面白い。はい、こんな感じです。ではお部屋戻りましょうか。あー、これちょっとこちらからバルコニーからこんな感じで、はい、お部屋の感じこんな感じになります。ではちょっとホテルのお話とかしたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はこちらですね、浜町ホテルさんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、ルームキーなんですけど、入り口に挿して電気をつけるタイプなので、今日は1枚だったのでちょっとねキーをここで出せないので申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。で、浜町ホテルさんは、こちらは日本橋浜町で、ちょっと再開発というか綺麗になっていってるエリアで、私それほど このエリアには来ないんですけど、ああこういうエリアがあるんだっていう感じでしたね。で、日本橋の少し東側っていう感じで、ちょっと調べたところ、直結とか歩いてすぐっていう駅はないんですけど、周りに結構多くの駅があるので、ちょっとね駅からはほんの少し歩く感じかもしれないんですけど、まあちょっとねそういうのも楽しいかなと思います。はい。で、ホテルの外観なんですけど、ちょっと緑がね多く見えて、なんか素敵でしたね。なんかなんかちょっと素敵なホテルあるなっていう感じが、もう外観で車で通った時から感じられたので、これはとても良いなと思いました。はい。で、今日はどこから行こうかな。まずお部屋以外ですかね。今日はホテルに来て、夜ご飯はレストランでいただいたんですけど、セッションっていう多分読み方合ってると思うんですけど、お店で、青山にあるジャズバーを経営されてるブルーノートジャパンっていう方々っていうか、まあチームが手掛けてるということで、まあセッションっていう名前からもお分かりいただけると思うんですけど、音楽にね結構こだわってるお店で、音響が良かった感じしますね。なのでスピーカーとか音楽に結構こだわってて、それがこうお店の雰囲気をより良くしてたなと思います。はい。でこちらちょっとお店の様子も撮ってありますので、ここに出そうかなと思うんですけど、おしゃれ、緑もあり茶色もあり、ちょっと窓際のねソファー席なんかもあったりして、そちらは予約の方優先っていう感じだったかなっていう感じはするんですけど、なんか敷居が高すぎないけど上品で高級感もあって、なんかいいですね。おしゃれなお店で、レストランだけで利用されてる方も結構夕食の時はいました。はい。でこちらの、レストランで私が結構好印象だったのは、お値段が結構リーズナブルで、ホテルの雰囲気とかお部屋の雰囲気で思い描く感じですかね。でレストランの雰囲気とかで思い描くよりもリーズナブルで、だからラーメンが750円とか、パスタとかでも、まあ、1200円とか1500円ぐらいである形だったので、まあ東京のねお店ならこれぐらいかなっていうので、ホテル価格で上がってるっていう感じはしなくて、結構利用しやすいお店じゃないかなと思います。はい。で私は今日は、茶碗蒸し出てるかな、写真撮ったので出せるかなと思うんですけど、と、餃子、エビ餃子みたいなのだったような気がします。と、オムハヤシみたいなやつだったんですけど、どれも美味しかったです。ね、お店の雰囲気も良くて、お店の方の対応も良くて、
なんかいいですね。ホテルのコンセプトとも合ってる感じがして、なんか硬すぎず、でもカジュアルすぎもせず、いい雰囲気でした。はい。で、お部屋の中の様子なんですけど、おしゃれですね。なんかその超高級っていう路線でもないですし、すごくこう気張ったというか、ガシッてこうこちらもね、期待ワクワクみたいな感じとはまたちょっと違うんですけど、スタイリッシュで、でも高級感もあって、なんでしょうね、このどこかちょっと、まあここのホテルらしさっていうのもあるんですけど、みんな嫌にならないデザインというか、好き嫌いが分かれないデザインで、なんかかっこよくて、若い方も、あ、なんかかっこよくていいホテルだなってなりそうですし、ホテルに慣れた方も、あ、なんかおしゃれだなってなる感じで、なんかいいんじゃないですかね。コンクリートっぽい感じもあり、それに茶色とかの色のテイストもバッチリハマっていて、今見渡してもね、いい雰囲気だなって思いますし、こう、なんでしょう、気遣いすぎずでもちょっとスタイリッシュに、なんか足首痛くなる感じな、こんな感じで痛くなる感じがしておしゃれです。はい。で、お部屋にレコードあるんですよね。レコード版、レコードかけるやつがあるので、レセプションでレコードをお借りしてきてレコードかけれるってことなので、まあ音にね結構こだわってるあのホテルかなと思って、レコードが置いてあるっていうのもまたおしゃれじゃないですかね。はい。で、なんかこうジャズとかがハマりそうな雰囲気でいいかなって感じですね。はい。で、お風呂も今日はすごく広くて、本当に長くて広くてとても幸せなのと、今日はあのロフト付きのお部屋で49平米とか47平米とかあったと思うんですけど、お部屋の名前も出そうかなと思うんですけど、広さもね、まあ一人で来るにはもったいなかったなっていう感じで、いつもだろうみたいな話なんですけど、はい、一人です。ということなんですけど、良かったです。はい。まあコンセントとかも USB もあって、なんか荷物置くところも結構あるので、良かったなと。で、まあ一つ気になったことがあるとすれば、まあこのテーブルですかね、ちょっと、仕事するには、しづらいっていう感じで、まあレストランも仕事をする雰囲気というよりはご飯を食べる場所っていう感じなので、まあそこが一つだけかなって、まあ日本橋とかこのエリアになると、そういう、まあ、この部屋だからかもしれないですね。他のお部屋を見てないのでわかんないんですけど、価格としても、1万円ぐらいからお部屋があるので、ビジネスユースもゼロじゃないかなって気はするので、他のお部屋見てみないとですね、広いお部屋じゃなくて、まあ、シングルとかダブルとか、まあ、割とコンパクトなお部屋だともしかしたらビジネスデスクもあるのかもなので、ちょっと確認してみたいなと思います。はい。で、ロフトというかバルコニーがあるんですけど、こちらも思ったより広くて、そしてめちゃくちゃ気持ちいいですね。はい。緑が、まあ入っていて、まあこう視覚的なね、こう、なんでしょう、落ち着きというかおしゃれ感もあり、ちょっと遠くに今日は東京タワーなんかも見えたりして、全部が見えるわけじゃないんですけど、半分ぐらいは上見えてたと思うんですけど、嬉しいですね。はい。で、こちらもちょっと今後ろ閉めてるんですけど、こちらも開けれますので、そうするとかなり開放的な空間になって光も多く入って、いや、いいですね。はい。なんか何でしょう、人を撮るとか写真映えもねしそうな空間なので、なんかどなたかと来たら記念にね、なんかかっこいい写真を撮ったりするのにもいいホテルじゃないかなと思います。はい。で、あとは、ホテルの特徴としては、ホテルの1階に、お部屋までの映像で1回行ってるんですけど、チョコレートのショップがあります。で、こちらちょっとなんかホテルの記念のチョコレートを売ってるっていうのではなくて、まあ、結構ね、本気のショコラティエの方がプロデュースしてる感じの、もうチョコレート屋さんです。はい。なんで、これチョコレート好きな方は結構嬉しいと思いますし、来た方はぜひね、チョコレート食べに行ってほしいなと思うんですけど、で、そちらはカフェ利用みたいな形で、座席もあったので、そういう楽しみ方もできて、まあ、カフェはそちらの、チョコレートのお店の方でして、食事はレストランでするみたいな楽しみ方も
いいかなと思います。どちらもとてもおしゃれなお店だったので、お部屋のコンセプトとかともねちょっと合ってて素敵だったなと思います。はい、で今日は私視聴者様の方に、インスタのフォローしていただいている方、同じっていう感じなんですけど、何名かからここが結構いいよっていうおすすめをいただいてきて、その中に近くにパン屋さんがあって、美味しいパンなんでぜひっていうアドバイスというかご紹介をいただいてたので、そちらのパン屋さんに行ってクロワッサンと一つパンを買ってきたんですけど、先ほどちょっと食べたんですけど、これグッドでしたね。で、ホテルに来ると歩いて、秒とは言わないですけど本当にすぐなので、ホテルから南の方に歩いていただくと、1、2分歩けばすぐパン屋さんがあるのは分かると思いますので、ちょっとパン屋さんの中の様子は撮ったんでこんな感じなんですけど、美味しかったっていうのもありますし、こう主婦の方ですかね、お店の方々の対応がすごい気持ちいい対応で、なんか明るい雰囲気でしたね。こう対応がキビキビというか、そうです、型にはまらない、こう楽しい感じで働いてる方々で、お店の雰囲気も好きでしたね。はい、で、買うお店で食べるお店ではなかったですけど、美味しそうなパンたくさんあって、次回もし来る機会があったらまたそこでパン買いたいなと思います。はい、そんな形ですかね。はい、あともう一つ気になったのは、ホテル専用の駐車場はないので、駐車場紹介いただいたんですけど、駐車場からちょっと距離があるので、荷物を先に下ろして、駐車場に止めに行かなきゃいけないんですけど、車で来た方は。車を止めておく場所が、特にこうホテルのエントランスとかがロータリーになってるとかではないので、駐禁とかがちょっと怖いので、そこがちょっと、ネックかなと。駅から完全に隣接してるっていう感じではないので、駐車場が確保いただけてたらもう結構ね使いたくなっちゃう感じの雰囲気のホテルだなっていう感じなんですけど、そこがちょっとっていうのと、気になったことがあるとすると、ベースの、チェックアウトが11時なので、これを12時にしていただけるとまたちょっとね嬉しいなっていう感じですね。東京のホテルは割と12時チェックアウトのホテルが多いので、ここが12時になってくれるともっと私としては使い勝手が良くなるなっていう感じですかね。ただどうですかね、ホテルで12時まではいないよっていう方ももしかしたら多いのかもしれませんし、エリア的にも繰り出しちゃうかもしれないエリアだと思うので、そういうコンセプトかもしれないですね。はい、という感じですかね。こちらのホテルは結構客層というか、今日泊まってる方々は結構若い感じでしたね。20代の方が結構多かったんじゃないかなと思うので、結構料金の幅があるホテルで、1万円ぐらいから4万円ぐらいまでっていう感じでお部屋の料金が広がってると思うので、割とね若い方でも泊まりやすい価格帯かなと思います。で、その価格にしては施設がおしゃれなので、でこうカジュアルすぎず上品な感じもするので、こう結構ね広い世代がおしゃれだなと思えるホテルかなと思うので、よかったですね。はい、ご紹介いただいた方ありがとうございました。多分ご紹介いただかなかったら発見できなかったかもしれないので、いや、よかったです。はい、また機会があれば別の部屋もね泊まってみたいなと思いますし、カジュアルな時というか仕事の時とかにちょっと割と泊まるだけっていう形の時にちょっとおしゃれなホテル泊まりたいなとかっていう時は泊まりたいなと思いますね。はい、そんな形です。はい、では今日はこんな形で失礼したいと思いますが、こちらですね、日本橋浜町にあります浜町ホテルさんをご紹介させていただきました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。